私の名前は寺中かすみ。妊娠したので産休を取得している社会人だ。今、私は夫のたかしの実家にやってきて料理を作っている最中だ。私がこんな状態で料理を作っている原因を作ったのは義母にある。義母は私のありとあらゆる行動、言動に対して文句をつけてくる、いわゆる嫁いびりというやつだ。妊娠中の私に家事をやらせているのも嫁いびりの一つというわけだ。あなた料理下手くそね。たかしの妹のひなこちゃんは何にも教えなくてもいつの間にか料理ができるようになってたっていうのに、ひなこちゃんは料理以外の家事も完璧なのよ。私が見てないと料理も満足にできない嫁なんて嫌ね。あなたも少しはひなこちゃんを見習ったら？あなた、私の大切な話をちゃんと聞いているの？いい？私の大事なひなこちゃんはね、世界的大企業の旦那の妻なのよ。それに旦那に頼りすぎないでしっかり働いているの。あなたは仕事もしないでダミーを貪っているだけでしょ。あなたって人は家事もできない、仕事もやっていない。一体何ができるの？産休中だって何回も説明してるじゃん。話を聞いていないのはどっちよ。義母にいびられていることを夫のたかしに何度も相談したことはある。でも、あ、どうして俺が母ちゃんを止めないといけないんだよ。さすがに妊娠中に無理やり料理を作らされるのは辛いんだけど。ああ、わかったよ。全部俺が悪うござんす。すみませんね。といった具合で全くお話にならない状態だ。ちょっとかすみさん、今日はひなこちゃんがお友達の結婚式に参列するから実家に戻ってくるのよ。そんなにちんたら料理をしていたら、ひなこちゃんが帰ってくるまでに茶碗蒸しが完成しないじゃないの。早くしなさい。義妹のひなこさんとはあまり話をしたことがないけれど、この人のせいで嫌いになりそう。そんなに急いでるなら自分で作ればいいじゃない。結婚するとき、お母さんは同居で辛い思いをしたことがあるから、あなたたちは別の家を建てなさいって言ってくれたよね。毎週毎週妊婦の私を実家に呼びつけてこき使って楽しいのか。同居していなくても毎回いびり倒してくれやがるんじゃ同居と同じじゃないか。いい加減にしろ。お母さん、ただいま。あれ、料理作ってるのお母さんじゃないじゃん。ああ、ひょっとしてかすみさん？はい、そうだけど、たかしにそっくりな顔、きっとこの子がひなこさんだ。ひなこさんは私のお腹を見るとどんどん顔が青くなっていった。もしかしなくてもかすみさんって妊娠中？それなのにどうして料理なんかしてるの？うん、妊娠中、料理はお母さんが。お母さん、この状況について詳しく説明して、私が納得できるような説明でお願いね。かすみさんがどうしてもひなこちゃんのために茶碗蒸しを作りたいって言ってくれたのよ。だから私が指示を出しながら茶碗蒸しを作らせているの。ひなこちゃんは私が作った茶碗蒸しが食べたいんでしょうけど、今日のところは料理下手のかすみさんの茶碗蒸しで我慢してちょうだいね。どうしても茶碗蒸しを作りたいなんて言うわけないでしょ。どうして身重の人に料理を作らせてるわけ？これはかすみさんが自主的に。なんでそんなことを言うつもり？いい加減にして。お母さんってお嫁さんをいびってお腹の中の子供の命を奪おうとしてるんだね。すごいね、お母さん、ここまで人の命を軽視できるんだ。身重の人にこんな仕打ちをするお母さんのことを心の底から軽蔑するよ。お母さん、兄ちゃんとお父さんはどこにいるの？あの人たち身重の人に家事をやらせて平然としてるわけ？あの人たちならリビングでテレビを見ているわよ。ひなこちゃん、そんなに怒らなくても。は？何言ってるの？今からリビングにいる役立たずどもとっちめてくるから、お母様邪魔しないでよ。邪魔したら許さないからね。ひなこさんはそう宣言すると、ドスドスと足音を立てながらリビングに突撃していった。おい、クソ兄貴、何テレビなんか見てリラックスしてんだよ。身重の人に料理なんかさせやがって。え、ひなこ、急になんだよ。とぼけてんじゃねえよ。お前がしっかりしないせいで嫁さんが苦労してんじゃねえか。お前の子供がお腹にいるんだろ。ほったらかしにしてお前だけくつろいでるとかありえないだろ。お父さん、私が結婚するときに私の旦那に言ったことがあるよね。結婚したら親より妻を優先しろ、妻こそが君の家族なんだからって。目の前にお嫁さんを無下にしているダメ息子がいるんですけど、それは無視ですか？スルーですか？濁してんじゃねえよ、ちゃんと答えろ。はい、確かに言いました。
そうだよな、言ったよな。だったらどうしてお嫁さんを助けようとしないダメ息子を怒らないんだよ。かっこつけるだけの口だけやろうってことですか。高橋兄ちゃん、何か言いたいことは。かすみは母ちゃんの手伝いを率先してやってるだけで、俺が手伝う必要はないかなって。あーダメだ、あんたたち二人はどうしようもないわ。マジで腹が立つ。一緒の空間で空気を吸いたくないから出てって。家の中に入ってくるんじゃない。母さんも一緒に追い出すから三人で仲良くよろしくやってください。三人を追い出した義実家はとても静かになった。すると、ひなこさんは私に対していきなり土下座をし始めた。まさか母が嫁いびりをするような人間だったなんて思いもしませんでした。あいつらに代わって私が謝ります。私の家族があなたに対してとんでもないことをしてかしました。本当に申し訳ありません。ひなこさん、あなたが謝る必要はないよ。ですが、私は妊婦さんの前で汚い言葉遣いをして、それにあなたがいびられていたことを知らなくて助けてあげられなかった。私はひなこさんをなんとかなだめることに成功した。そして中途半端な状態で放置していた茶碗蒸しを二人で一緒に完成させた。茶碗蒸し美味しいですね。お母さんが作ったのよりはるかに美味しいや。うん、確かにこれは美味しい。ひなこさんが手伝ってくれたおかげだと思うよ。あの、これからは密接に連絡を取りたいので連絡先を教えてもらえませんか。ひなこさんの要望に応じ、私はひなこさんに連絡先を教えた。ひなこさんはまだ何か言いたいことがあるようで、言いにくそうにもじもじとしていた。他にも何か私に言っておきたいことってある？遠慮なんかしないで何でも言って。心配事とか悩みでもあるの？頼りないかもしれないけれど、どんなことでも相談に乗るよ。じゃあ、あの、これからは姉さんって呼んでもいいですか？なんだ、そんなことか。もちろんいいよ。食事を終え、私はひなこさんが運転する車に乗って自宅へ送ってもらうことになった。姉さん、両親と兄には私からきつく言っておきますから、二度と妊娠中の姉さんに対して悪態をつくことがないようにしっかりと痛めつけてやります。ほどほどにね。あいつらの今までの価値観を変えてみせますよ。姉さんはお家でゆっくりと休んでてください。その日の晩、妙にやつれたたかしと義母が我が家にやってきて土下座をし始めた。今までかすみをほったらかしにしてたのは全て俺が悪い。本当にすまなかった。私も義理の両親との同居で苦労していたのに、あなたをいびったりしてごめんなさい。そうだ、以後義妹のひなこさんとはたびたび連絡を取り合って一緒に出かけるほどに仲が良くなった。姉さん、あれから兄と母の様子はどうですか？また姉さんをこき使ったりしてませんか？もしそんなことをされているようなら、私がとっちめてやりますから、いつでも言ってください。大丈夫大丈夫。たかしとお母さんに対しての接し方を変えたから。私は、陰翼さんであろうとすることを一切やめた。ちょっとたかし、掃除をやっておいてって頼んだでしょ？ごめん、ちょっとやることがあって。濁さないでちゃんと掃除をしなかった理由を答えろ。言うべきことはちゃんと伝えて、ダメなことはダメだと指摘するようにしたのだ。その後の義母はというと、謝罪されてからは私をいびってくるようなことはなくなって良好な関係を築けている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。